アイテム番号。SCP-535JP。オブジェクトクラス。ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-535JP の周囲には立ち入り禁止の看板と部外者の侵入を禁止するフェンスを設置してください。周囲には非武装の職員2名を配置しフェンスを乗り越えて侵入しようとした部外者がいた場合は制止してください。いかなる場合でも D クラス含む財団職員が SCP-535JP 内部へ侵入することは禁止されています。万が一制止が間に合わず部外者が SCP-535JP 内部へと侵入した場合は決して追跡せず外部で待機してください。部外者が SCP-535JP 内から生還した場合は保護を行い内部の様子のインタビューを行います。インタビューの終了次第記憶処理を施して適宜カバーストーリーを適用して対応してください。説明。SCP-535JP は日本国内の廃墟となった面積300平方メートル以上の建築物内に出現する火葬炉が設備されたホール。SCP-535JP-1 と葬儀人。FFFF-SCP-535JP-2 の総称です。現在 SCP-535JP は日本国内で5箇所確認されています。SCP-535JP-1 は出入り口付近からは視認できない建物の内部へ出現します。SCP-535JP-1 内部の空間は壁と床が白と黒を基調とした自然石で構成されたホールのような作りになっています。壁には5、6基の火葬炉と操縦用の装置、スタッフルームと書かれたネームプレートのある扉が存在します。SCP-535JP-1 は建造部の内部構成を無視して出現するため、廃墟の外見からでは SCP-535JP-1 の存在を確認することはできません。SCP-535JP の内部に人間、以下被害者と表記括弧閉じが侵入し SCP-535JP-1 までたどり着いた場合、スタッフルームと書かれた部屋からも服を着用した SCP-535JP-2 が出現します。SCP-535JP-2 は自らを、香川、と名乗る痩せ形の中年の男性であり、自身をこの火葬場の葬儀人であると称します。SCP-535JP-2 は被害者に対しあらゆるへ理屈、詭弁を用いて、すでに死亡している人間、もうすぐ死亡する人間、生きる価値のない人間、などと評価します。被害者に対して一方的な評価とその説明を終えたところで SCP-535JP-2 は被害者に被害者自身を火葬することを提案します。この提案に強制力はないため被害者はほぼ例外なくその提案を拒絶します。提案が拒絶された場合スタッフルーム及び廃墟内の各部屋から大量の SCP-535JP-2 が出現し被害者を拘束します。拘束された被害者は数人の SCP-535JP-2 らによって火葬されることに同意する旨とその要件が書かれた書類へ強制的に誤飲を捺印させられます。この際激しく抵抗を行うと SCP-535JP-2 らによって右の親指、手首が切断され、それを用いた SCP-535JP-2 の手によって捺印がなされます。書類への捺印が終わった被害者は速やかに木製の棺へと収められた後に火葬炉で焼却されます。火葬が行われている最中であっても廃墟から煙が立ち上る様子は確認されません。SCP-535JP-2 によって死人であると評価されなかった人間。および SCP-535JP-2 らの拘束を逃れ建造物の外へと逃れた人間は生還することが可能ですが生還した事例はごく少数です。被害者が SCP-535JP-1 内で火葬されてから1ヶ月以内に被害者の家族、勤務先などに火葬代の請求が行われます。請求額は一般の火葬代、葬儀代と比べはるかに高額なもので請求先が裕福であればあるほどその金額は大きくなる傾向になります。加えて多くの場合は高額な追加料金、オプション料金が加算されその請求はさらに高額になります。料金の支払いが行われなかった場合、利子と称して請求代金の10分の1に当たる金額が10日に一度、請求先の口座や宝石貴金属などの資産から回収されます。現在利子の回収を防ぐ手段は判明していません。請求の支払いを終えた場合それ以上の強制的な料金の徴収は行われません。しかし被害者の遺骨の返還などを追加料金サービスという形で提案してくる場合はあります。SCP-535JP が何を目的として資金を回収しているかは不明です。SCP-535JP のある廃墟はある2基を境にインターネットの上で、廃墟マニアにはたまらない場所、
サバイバルゲームに最適。ドラッグの売人がいる。知女の幽霊が出る。などの多くの人間の興味を引く噂が飛び交っており、興味本位で訪れる人間が大勢出現しました。その中でごく少数の人間が SCP-535-JP についての報告を行っていたことから SCP-535-JP が発見されました。その後の調査の結果、 SCP-535-JP のである廃墟について好意的な意見の書き込みや SCP-535-JP にの存在を否定する意見の全てが SCP-535-JP 内部か、ら行われた自作自演であることが判明しました。SCP-535-JP の特性上、D クラスを用いた実験では、D クラスなんて死んでいるも同然、との理屈を理由に仮想が行われるため有効な実験を結果を得ることが困難です。収容初期段階に犠牲となった財団職員やエージェントの音声記録、掲示板に書き込まれた生存者の報告から以下のような理由で仮想される可能性があることが確認されています。白または黒を基調とした服装をしている。一般的に死をイメージする物品を身につけている。ドクロ、フクロウ、十字架など。冷え症を患っている。ネクタイを締めている。名前や誕生日、住所に4の数字が入っている。自分が死ぬ夢を見たことがある。厄年。生命線が短い。結婚をしていない40代以上の人間。剣道の段位を持っている。武士道に習うべき、とのことです。括弧閉じ。殺人歴または自傷歴がある、ピアス穴やタブー、削除済み、も自傷行為に含まれます、括弧閉じ。喫煙者または飲酒者。近いうちに死亡事故に遭う、SCP-535-JP、2が未来予知能力を持つ会やかは現在不明です、括弧閉じ。SCP-535-JP から財団に対して D クラス職員含む財団関係者計、人分の葬儀代として3000万円の請求が行われました。請求された金額は財団が予想していた金額を大きく上回るものでしたが、当初の計画通りに代金の支払いを行うことが決定されました。しかし SCP-535-JP が提示した請求先の口座へ支払いを行おうとすると必ずエラーが発生するため代金の支払いを行うことができませんでした。何としても代金の支払い方法を探し出すんだ。あの主戦度は一般人から仮想代を取れなくなった代わりに、我々財団から利子を絞り取り続けるつもりだ。ただでさえどんな用途で使われるかもわからないもの2年に1億以上も払えるわけないだろうが、クソ葬儀やめ。博士。研究員の提案によりドローンを用いた SCP-535-JP 内への直接の支払い作業が実行されました。ドローンが SCP-535-JP-1 へと侵入した際にスタッフルームの扉から1体の SCP-535-JP-2 が出現、ドローンを通じた会話に応じました。以下はその音声記録です。記録開始。SCP-535-JP-2。久しぶりのお客様ですね。今日は何のご用でしょうか？博士。財団職員、人分の仮想代の支払いを持ってきた。これで利子の徴収を止めてもらおう。SCP-535-JP に、ああ、財団の方ですかならばその支払いはお受け取りできません。博士、なんだと？ SCP-535-JP に、お受け取りできないと言ったのです。博士、そのようなことが許されると思っているのか、これは受領拒否に当たるぞ。SCP-535-JP に、通常ならばそうでしょうね。しかし今回は報復法が適用されていますので。博士、報復法？ SCP-535-JP に、あなた方は当店にお客様が来店できないよう不当な妨害行為を行っていますでしょう？ SCP-535-JP に、そのことに対する報復として、請求金を受け取らずに利子を徴収し続ける許可が正式に下りていますので。博士、そのような法律はこちらには存在しない。第一夜のような強引な契約はこちらでは無効だ。SCP-535-JP に、攻めの契約側が社の方針なのでそこは何とも。SCP-535-JP に、それに契約はこちらの方で行いました。第一契約書に、契約はすべて、聞き取り不可、の方に準じて行われる、と明記されています。博士、嘘の情報をばらまき人間をおびき込みんでいたことも問題がないと？ SCP-535-JP に、マーケティングの一環ですね、全く問題ないと考えております。
博士。あくまで自分たちの行動は全て正当なものだと言い張るつもりか。SCP-535JP に、当然の主張でしょう。私どもは一切法を犯してはいないのですから。SCP-535JP に、妨害行為についても近々しかるべき手段によって訴えさせていただきますので。博士、訴えられるべきは貴様らの方だ。正義は我々の方にある。SCP-535JP に、あなた方の言い分は公式な場でお聞きいたしましょう。日程が決まり次第ご連絡いたします。SCP-535JP に、一線も残さずに絞り取ってやる。お前ら終わったも同然だ。博士の問いかけに答えずスタッフルームへと戻る SCP-535JP にの姿。記録終了。裁判所への出頭命令と書かれた書類。国宝辞典、判例辞典が財団宛に送付されました。出頭先として指されていた座標には2000年に廃校となった小学校の付属体育館が存在していました。事前の調査ではこの体育館に異常性は見られませんでしたが、出頭日当日に体育館内部に法廷が出現、大量の SCP-535JP にと同様の人型実体が裁判官、聴衆、告訴人として存在していました。裁判の形式は日本国内の裁判とほぼ同様の流れで進行しますが、審級が第6審まで存在するなどのいくつかの制度の違いが存在します。詳しくは、国宝辞典を参照してください。裁判に出席しなかった場合、告訴人である SCP-535JP-2 の主張が一方的に通る可能性を鑑み財団は裁判への出頭を決定しました。現時点で財団は第1審、第2審ともに敗訴、円の賠償金の支払い取り消しの支払いの継続、SCP-535JP に対する妨害行動の禁止が言い渡されています。これに対し財団は上訴を行いました。第3審は20、に予定されています。現在法律の専門家や経験豊富な弁護士を集めた法令部隊と、1括弧被告人括弧閉じが新たに結成され、対策に当たっています。同時に裁判での敗訴に備え SCP-535JP の無力化、及び利子回収の回避手段に関する研究が進められています。現在のところ SCP-535JP の異常下にある廃墟の耐久テスト配置時的な破壊は可能であるものの、損傷の大きさに関わらず約24時間での再生が可能であること。また、修繕費と迷惑料と称して SCP-535JP よりさらなる代金が徴収されることが判明した以上の成果は得られていません。また第2審が終了した翌日、裁判所の山梨を名乗る人物から以下の内容の手紙がサイト、81、に届けられました。こんにちは、ご機嫌いかがでしょうか？私は、裁判所の山梨と申します。建前やら細かい話やらは全部なしにして、いきなり本題へと入らせてもらいます。先日の第2審での結果をどう思いましたか？あまりにも被告人の主張が通り過ぎていると感じませんでしたか？見たところあなた方はとてもとても優秀な法律家や裁判の専門家たちが揃っていますね。今までの裁判記録を見るだけであなた方の優秀さが手に取るようにわかりました。ではなぜそんな優秀なあなた方が裁判で勝てないのか？その理由はとっても簡単です。被告人たちと比べあなた方に誠意が足りないからです。今のままではあなた方は確実に敗訴してしまうでしょう。彼らは私たちにとてもたくさんの誠意を見せてくれました。しかしご安心ください。誠意を見せるため時間はまだ十分に残っています。あなた方の誠意次第では裁判の行方はまだわかりませんよ。もしあなた方が私たちに誠意を見せるつもりがあるのであれば、次の第3審で予定されている時刻より3時間早く出頭をお願いします。あなた方の素晴らしい誠意に期待しております。